歴史の道百選は文化庁によって選定された文化的、歴史的に重要な有事を有する道である。文化庁では日本全国各地に存在する道や水路等で文化や歴史的に重要な有事を有することを交通関係遺跡を歴史の道としてその保存と活用を呼びかけ関心を深めてもらうことを目的に1978年から 都道府県教育委員会の協力により、かつての面影をとどめる江戸時代以前の古い道、運河等とそれに相地域の文化遺産を歴史の道として調査、整備事業を実施してきた。1996年に全国各地の最も優れた歴史の道78箇所が歴史の道100選に選定され、2019年に追加選定が行われ、 計114件が選定されている。原則として、土道、石畳道、道系等が一定区間良好な状態で残っているものを選定する。他の地域との連続性を持っているものを選定する。単体、または単独の交通遺跡は選定の対象外とする。三景道、信仰関係の道は、広域信仰権を有するもののみを選定する。原則として、 現用の舗装道路は選定の対象外とするが、街道としての連続性を考慮する場合に限り、含める。1996年に第一次選定として、78件が47都道府県からまんべんなく選定されている。また、2019年に追加選定が行われた際に、第一次選定のうち19件の区間が延長されている。2019年に36件が、 追加選定された。ありがとうございます。